鶴ヶ駅は、福井県鶴ヶ市にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅、JR 西日本金沢支社の鶴ヶ地域鉄道部が、管理する直営駅で、日本海側の港町として栄えた、峰南地方にある鶴ヶ市の主要駅、事務官コードは54万1413を、使用している。駅前には、とやつがあらここらの銅像。 駅前通りには港町にちなみ宇宙船艦山と及び鉄道の町にちなみ銀河鉄道39の銅像がそれぞれ設置されている。隣の南今城駅とは北陸トンネルを挟んで 16.6km 離れており JR 西日本の在来線で最も駅間距離が長い区間である。北陸本線を所属線としており、当駅が起点となる。 オバマ線を含め2路線が乗り入れている。この2路線に加えて、2つ隣の大見塩津駅から分岐する湖西線の列車も多数乗り入れ運行系統上の終着駅となっている。そのため、駅ナンバリングにおいては、北陸本線と湖西線の2線の駅ナンバーを持ち、北陸本線が JRA01、湖西線が JRB08 である。このほか当駅からは、 鶴ヶ港駅へ通じる北陸本線貨物支線が分岐していた。この支線は JR 貨物の第一種鉄道事業路線であったが2009年3月いっぱいで貨物列車の設定がなくなり踏切の線路が埋められて事実上級線となっていた。その後2019年4月に正式に廃線となった。民営化間もない鶴ヶ駅詳細は北陸本線米原駅鶴ヶ駅間の 輸送改善及び、古西線直流化工事を参照北陸本線の長浜駅と東駅までと、古西線の長原駅と大見潮津駅までの直流電化への変更が、島県と福井県が主導となって決まり、2003年4月に工事協定を結び、同年10月26日に着工した。工事は2006年9月23日深夜から9月24日未明にかけて行われた。 電気設備切り替え工事をもって完了し、同年10月21日から、京阪神方面との新快速をはじめとする、直流電車の直通運転が始まった。これにより、朝8時台の福井駅一本以外の普通列車は、当駅で系統が分断された。従来は、北陸本線長浜駅虎姫駅間と湖西線、長原駅大見塩津駅間にあった、デッドセクションが、 東駅北 3.9km 地点に移設された、鶴ヶ市都市計画マスタープランでは、北陸新幹線鶴ヶ駅駅舎整備事業と並行して、現在工場と農地が広がる木の目川岸を開発、中高層の高度利用も考慮した住宅地及び商業地を整備する計画が存在するようだが、木の目古道の歴史資源保全や森林保全から具体化に至っていない。 改修前の駅舎あたり駅は完成から半世紀近くにわたり供用が続けられてきたが2009年から2010年にかけて鶴ヶ市が事業主体となって駅舎改築が検討されていることが明らかになった概要は以下の通りしかし2007年末頃から北陸新幹線の鶴ヶ駅までの延伸を考慮し新幹線の状況が決まらない以上 駅舎改築には同意できないと JR 西日本が表明し、駅舎改築計画は事実上凍結された。その後、現駅舎を大規模リニューアルする案が浮上。2008年11月25日に開かれた、鶴ヶ駅周辺整備構想策定委員会でその方針が明らかとなった。概要は以下の通りである。費用は約6から8億円と見込まれ、2009年度当初、 予算へ盛り込んで JR 西日本が2009年度に着手するバリアフリー加工時と同時着手2年の後期をめどに同時完成を目指すとしていたその後駅舎デザインに関して市民からの提案があり計画は少々延期されたものの2010年5月頃から仮駅舎を建設10月22日に仮駅舎の使用を開始した旧駅舎は解体された後 鶴ヶ市が2013年の完成予定で建設する。2014年4月5日、鶴ヶ駅交流施設オールパークが開館した。なお、これらのバリアフリー設備については2012年12月16日に、使用が開始された。ホームコンコース切りかきキ、ホーム1000と島式ホーム3面6線のホームを、有する地上駅で、ホーム間はエレベーターを有する、個線橋で連絡している。 駅構内にはコンコースに緑の窓口のほか、自動改札機、タッチパネル式自動券売機、オールパーク内に売店、化粧室、屋内待合室などが設置されている。この他にホーム上では駅弁販売店が営業している。コンコース設置の自動改札機は2018年9月8日に、時期券に限定して運用が開始され、 9月15日からは、愛古家のエリア拡大に伴い交通系、IC カードの使用が可能となった。北陸新幹線の金沢東駅間は2023年に開業予定である。ホームの位置は、国道8号のバイパスをまたぐ、関係上、高さは24メートル、現役者のホームまでの距離は約200メートルで計画されており、利便性に関して指摘されている。 構造は2面4線で計画されている。新幹線駅デザインは港町をテーマとし、コンコースは天井部分に北前船の穂のモチーフでスケール感が出るように設営する。また、鶴川の波のきらめきな外観に、ホームは船の甲板牧場タイルにする。当駅から新大阪駅間の計画があり、小浜、京都、松井山手を経由するルートで検討している。日中は、 北陸本線は特急がサンダーバード、白鷺とも毎時1本停車する。また、福井方面の普通列車と湖西線を経由する大阪方面の新快速とも毎時1本発着している。原則は当駅折り返しとなるが、朝晩のみ、福井方面と長浜、大見今津方面を直通する普通列車が数本運転されている。昼間は長浜、前原方面へは、 大見塩津駅での乗り換えが必要になるが、朝晩を中心に、前原経由で大阪方面へと向かう、新快速のほか、長浜、前原までの普通列車も運転されている。小浜方面は1の2時間に1本程度であり、基本的には、サンダーバード、白鷺と連絡するダイヤとなっている。オルパーク駅舎の隣接地には、鶴ヶ市が整備した交流施設、オルパークが所在する。 鶴ヶ市が整備する形で2014年4月5日に開館した施設で駅機能の一部を保管し、かつ公民館の機能を持たせた交流施設として整備され、鶴ヶ市が所有し、鶴ヶ駅交流施設管理運営協同企業体が指定管理者として運営管理を行っている東京大学教授で建築家の千葉学が設計し、1909年頃に 建設された二代目駅舎のシルエットをもとに、過去と未来が交わる、創造的な空間を原案としてデザインされた。愛称は、一般公募から選定により決定したもので、オルは、人が集まっていると、ヘブライ語で、絆を表す、オルを表しており、市民と来訪者が絆を深め、賑わいを生み出すという願いが込められている。1階には、待合室、観光案内所、売店、 土産物品店、飲食店、ATM コーナーが2階には多目的室と休憩所が設置されている。バリアフリー対策としてエレベーター1機が設けられているほか1階には多機能トイレ、2階には授乳室が設置されている。現在 JR 貨物の駅としてはシャーツ会貨物の臨時取扱い駅となっており貨物列車の発着はない。貨物設備はなく。 専用線も当駅には接続していない。最後まで使用されていた専用線は東洋房へ続くものであった。この路線は浮島町駅から当駅まで輸送されてきたエチレングリコールを輸送するために使用されていたが、1996年頃に廃止された。また、当駅東側にある JX 金属鶴がリサイクルへ続く専用線もあり、 黒米駅へ輸送するアエンや気候の搬出に使用されていたが、アエン制練習量に伴い1995年10月頃に廃止された。なお、飛行アエンから東洋防石へといった同一駅構内間の輸送が行われていたこともあった。当駅から南に、鶴ヶ地域鉄道部及び鶴ヶ運転センター、車両管理室がある。車両基地である鶴ヶ運転センター、 車両管理室構内には JR 貨物関西支社の乗務員区所である鶴ヶ機管区が併設されている北陸本線の上り列車で鶴ヶ駅を発車して車窓右手側に確認できる塩層倉が販売している主な駅弁は下記の通り福井県統計年間によると2017年度の1日平均乗車人員は3589人であり福井県内では 福井駅に次いで、第2位。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、鶴ヶ市の中心駅であり、ビジネス、観光問わず1日を通して多くの利用がある。駅前駅前はロータリーが整備されており、バスターミナルが設置されている。これに隣接して、市営駐車場と駐輪場がある。駅前からは片側に車線の道路があり、歩道はアーケード付き商店街となっている。 各種公共機関や公共施設、教育機関や商業施設のほか宿泊施設などが多く所在する。駅の東側は木の目川を挟んでいくつかの工場が立地している。駅前からは線路を直接またぐ道路がないため迂回の必要があるが、北陸新幹線駅車新設工事と合わせて行われる予定の東口開発の際には、駅前通りをそのまま東に新調し、 国道8号敦賀バイパスに接続させる計画がある。ロータリー内に乗り場がある当駅に停車する特急、サンダーバード、白鷺の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。西日本旅客鉄道 A 北陸本線新快速、快速新引田駅敦賀駅快速敦賀駅、今上駅普通新引田駅敦賀駅、南今上駅オバマ線西敦賀駅。 鶴ヶ駅西日本旅客鉄道北陸新幹線、南越駅鶴ヶ駅東小浜駅付近日本貨物、鉄道北陸本線貨物支線鶴ヶ駅鶴ヶ港、駅日本国有鉄道北陸本線鶴ヶ駅、新保駅柳瀬線、引き駅鶴ヶ駅、ありがとうございます。